皆さんこんにちは、私がマスコットティヒということで、皆さんちょっと緊張してるんですよ。何で緊張してるかってなってですね、目の前にですね、チャンネル登録50万人超えの大先輩がいるからです。聞いてない、みんな聞いてない聞いてないよ。ナスカ天心の方だよ、みんな気になってるの。僕はナスカ天心なんで、置いといていい。置いといていいんだ。今日の企画なんですけど、ナスカ天心の証明写真他人に売りつけたらいくらで買うのか。ナスカ天心の、ナスカ天心の証明写真持ってるんですかって思われた方、僕が天心です。ガチカ天心似てますよ。結構似てる、結構似てる。そういう髪型にそういう服装するもん。もう向こうに潜む。僕の方が強いんだよ。ナスカ選手の証明写真買いませんか。買うでしょ。たとえそれが僕であっても買うと思います。1万くらいで買ってくれるんじゃないですか。僕まだ登録者2000人ぐらいですけど、希望の星なんで、これからどんどん価値が上がっていく。オークションと一緒です。それではやっていきましょう。一緒じゃん。買わんよ。かわいいよ。かわんかわんかわん。冷静にさ、女優さんとか YouTuber の方とか写真集出すじゃん。3、4000円ぐらいじゃん。好きな女優さんとかいるでしょ。グラビア写真集とか。だいたい高くても5000円ぐらいで買えんあれ。美女の水着の写真が何十ページあって5000円なのが、トニー1枚よ。トニー1枚よ。いや、トニーじゃないです。ナスカ天心。仮にナスカ天心だとしても1枚よ。多分ナスカ天心の写真集3000円ぐらい。価値あるくらいですか。まあね、ここまで言ったらね、売れるんでしょ。売れますよ。ああ、じゃあ価値あるわ。ヒカキンさんも超えるんで。ああ、じゃあ余裕で俺超えてるわ。緊張する意味がわからん、それ。絶対緊張しんやそれ。いや、絶対緊張しんやそれ。ちなみにですけど、今の僕の証明写真を三郎さん買うとしたらいくらで買います。はぁー、7円とか、7円とか。7円っす。7円かな。7円で買ってくれるんですか。7円で買うよ。ありがとうございます。7円ですね。7円だね。ノリがいいし。まあ天神だからね、天神なだけにね。まあ天神だからね、天神なだけにね。すいません。行きましょう行きましょう行きましょう。軍服侍どっち行く。証明写真4枚購入します。900円します。1000円で買ってくれば一発リール。三郎です。三郎です。三郎物語というチャンネルで YouTube やってます。僕は圧倒的な発想力と圧倒的な行動力を生かして YouTuber 売れたらおとなしくなるみたいな思ってる方もいると思うんですけど、僕はまあ永遠に死ぬまで YouTube でふざけ続けるチャンネルですので、まあよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。よかったらね、結構面白いんで。あー、ほら話しかけられました。このように話しかけられますね。あ、すいません。どうも。証明写真多分7円ぐらいですかね。俺買うとしたら7円。現実的な話するとまあ100円ぐらいじゃない。まあ一回多分10円とかだと思うんだよ。なんか最近の人現金持ってないじゃん。会計とかカードで払うみたいな感じだと思うのね。小銭持ってないから、小銭があったら多分10円払おうと思うのね。そこはさすがに彼もね、ヒカキン超えるみたいなこと言ってるんで、遠くで頑張って100円ぐらいで終わるかなと思ってます。登録してね、よろしくね。軍服侍どっち行く。彼の証明写真の撮影が終了しました。出てきました、天心の証明写真です。いやいやいや、天心でしょ。まあまあ知らない人からしたら違うんです。聞く、違うんです。聞く。寄った寄った寄った寄ってますよ。ですよね。普通の人よりははるかに寄ってる。ぱっと見わかんない。俺は格闘技詳しいからわかるけど、一般層はわかんないかもね。いくらになると思う。1枚切る。4枚で1枚で。あ、これで1枚です。あ、切らないの。そうよ。じゃあ4万円稼げるよ。それで4万円。4万円。フルスタ買えるじゃないですか。買える買える。日給4万円。もう行けます。あ、行ける行ける。手を濃い線出して、うん、スパーリングにしちゃいます。ブレイキングダウンとか出ればいいじゃん。ガチカー天使で。 あんなレベルじゃないんで。あ、ガチカー天使が。あ、じゃあもうライジンしかない。ライジンも暇つぶしで行ってるだけで。誰とやるのライジン。レイジンさ、この間ちょっと片下上げたんですよ。ああ。本気でボコボコにしてやろうかな。ボコボコにしてやろうかな。あ、なるほどね。あれ形上げたんだ。優しいね。調子こいてる。僕がちょっと分かんなかったら申し訳ないです。あ、いやいや、もう全然大丈夫。はいはい。そこはもう気使わなくて。あ、はいはい。はい、ありがとうございます。ちょっとハサミ必要ですよ。はい。4万円軽く稼いでいきたいと思います。では行く。では行く。最後の何なんですか。軍服侍どっち行く。はい、ということで着きました。慶応公園です。見てください。思ったより人いますよ。これ取り合いなりそうですよ。みんな真ん中行くんだ。そもそも僕知名度あるんで、天使なんで、ただ集まってきちゃうパターン。あ、じゃあ石取りゲームみたいになるんだ。あみたいな取り合いになってみそう。あ、オークションみたいになっちゃうってこと。行列できちゃうかもしれない。あ、私10万みたいな。ああ。まあ1000万1億8000円ぐらい。すごいね。なんかおごってもらおうか。全然いいですよ。マンションでも。おー、ありがとうございます。こちらカット必要なんで、ハサミ買っちゃいました。これ500円か。900円と500円なんで、1400円。最低でも1400円以上になればもう僕の勝ちです。余裕で
結構大口叩いてるからね、それは余裕なんでしょうね。さすがっす。42戦無敗だからね。怖すぎて来ないパターンもある。天使いい子だからね。根はいい子だね。根はいい子、みんなが知ってる天使もいい子だから。あっち偽物っすけど、あっちがトニーってこと。あっちトニーっす。あー、トニーだったんだ。タケルに勝ったのはトニーなの。そうなんす、あいつがトニーだ。あー、なるほどね。勝ってましたもん、道理。まあまあまあ、那須川天心があなたで、あれがトニーなんだ。僕は本物なんですよ。よくそれを週刊誌で売らんかったね。怖すぎて週刊誌も取り上げれない。ああ、なるほどね。いやー、闇だわ。こんな闇な話してんのに横で子供ちゃんが子供ちゃんが知らないかもしれない。怖い人だもんね。ショックだわ。トニーだったんだもん。一格闘技ファンとして今ショックで帰りたくなってるんですけど早く打って、パパッと打ってね。一瞬で終わるよね、集まってくるんだから。怖くて集まってこないパターンあるんですけど、僕からちょっと優しい声かけてあげてやってみましょう。やってみましょう。文学侍どっち行く。ワンツーとかしない方が天心だったね。やると弱さバレちゃうから。もう困ってるでしょ、狙いにいってるもんだって。すいません、那須川天心ってわかりますか。はい、僕那須川天心なんですよ。僕那須川天心なんですよ。ナスカー天心のファンですか。いや、全然。あ、全然ファンではない。あの、ナスカー天心の証明写真ちょっと今配ってて、よかったらいらないですか。ナスカー天心。大丈夫です。いらんすか。おお、いけてね。今しか手に入らんすよ。あ、大丈夫です。買えるんですよ。あ、大丈夫です。1円でもいいですよ。いや、大丈夫です。いらんすか。本当にいいですか。受けとうやん。ナスカー天心です。ファンじゃない感じ。じゃあもう今ファンになりません僕。なりません。天心受け取るやん。あ、推し誰ですか、ちなみに。竹ですか。ランペイ、ジャンペイ。ランペイジ。ランペイ、ジャンペイ。ランペイジ。格闘家は。あ、桜ですか。ミックンですか、ミックンですか。エグザイル系が好きです。あ、エグザイル系ですか。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。見捨てね。ファンじゃないか。ランページか。困ってる人の歩き方じゃない。そうだろう、エグザイル系に負けたぞ。この俺様天心が。そんなわけない。まあ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 、そんなこともあるでしょう。遠慮してたんかね。天心にしてはでけえな。俺もまだまだ知名度が低かったもん。なるほどね。天心にしてはでかいし、村上にしては小さいんだよな。僕の系統一緒だし、顔の系統も一緒だし、髪型も一緒だからな。間違われるのかとかの方が良かったよね。待つ君の横で僕、ちょっと喧嘩自慢っぽい人いますか、ね、誰狙いだ。これ勝てる。すいません、那須川天心って知ってますか。はい、僕那須川天心なんですよ。那須川天心なんですよ。那須川天心、僕那須川天心って、いいね。格闘技好きそうなとこなのかな。僕の証明写真を配ってるんですよ。よかったらこれ今しか手に入らないんですけど。もらいます。あ、言います。これ一応買取でお値段決めていただいていいんですよ。僕の価値をお兄さんたちに決めていただいて。100円ですか。ワイルドサイドの、いや、100円以上の価値あるんですよ。ないです。強いですよ。まあ、いや、ついに僕、那須川天心が証明写真を配ってあげるという、僕のファンファン探してて、僕のファン、ちょっと見てます。ファンになってるわ。あ、動画撮らずに、いや、撮ってないですよ、プライベートで。しょうもろい。え、ワン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 とこれ交換します？本当ですか？全然いいっすよ。その代わりに正面の見てください。命がけで守りますと強いんで。スパーリング企画。いやじゃないっす。いやじゃないっす。この3になると交換にする。レア情報だ。これめっちゃレアなやつですよ。あ、じゃあ俺と家の鍵と交換に。ああ、もう全然。交換じゃなくて、現金でもいいっすよ。助かってんし。実はこれ、お兄さんたちの全員分あるんですよ。めっちゃ受け取るやん。4枚あって、アイスイス。いらんすか？マンジナ座ってるの。で僕那須川天心です。ガチカー天心。マンジは格闘技好きだからね。ガチカー天心です。ガチカー天心。あ、そうです。僕ガチカー天心です。1万5000人ぐらい。めっちゃ多いです。はい、本当です。那須川天心調べたら多分出てくるんで。サブアカでやってるんですよ。ガチカー天心出てくるんですね。出てきます。ガチカー。2人いいんですよ、那須川天心。僕はガチなんですよ。芸能界フォローするんでフォロー返してください。フォロバーは事務所的に制限があって。あ、自分で貼ってる。もらったら貼って帰る。いや、もう嬉しいです。使い方自由なんで。もっと金持ちが本当に俺っちゃうよね。あー、マジっすか。8万っすか。マジっすか。マジっすか。まあ、1回多分10円とかだと思うな。10円とかだと思うな。マジっすか。あれ
ありがとうございます。いや嬉しいっす。僕お小遣い2万なんで。すいません、ありがとうございます。ちょっとファンファン探して回っていこうかなと思って。うまくいったんだろうな、さぞかし大切に取っていただいて。万事にこんだけ時間話せたら訪問販売よりはるかにうまくいってる。セール成功だもん。また欲しかったら僕その辺いるんで声かけてもらって。ありがとうございます。取り合いならないように言ったからには3人いるから3万かな。なかなかの大口だったから。彼はいつもあれぐらいの大口を叩いているんですか。皆さんヒカチンこすり言うてますからね。冗談だとしてもそんな面白くないんですけど、本気だったらね、すごく応援したいなと思うんですけど。自慢できるよ。ありがとうございます。すいません。いただきます。サム余ってるんで。ありがとうございます。10円？嘘でしょ。10円はないでしょ。舐められてるのか。タケル倒したの？ズームさんに負けてあげたの？迷ってる人の話してる。落ちなかったんだろうね。あと3枚あるから。余裕で1億ぐらいいけるでしょ。俺もこんな。ちょっと聞いてた話と違うんで、そろそろ終わってほしいですね。一発で終わるみたいな。一人ゲームみたいになるって言ってますけど。違うんだよな。もうちょっと練習してほしかったね。天使にお会いしてほしかったな。多分俺の方が天使好きだね。酔わない。なんか俺の方が強いで、多分絶対やんない方がいいよね。おおもろそうなおじいさんが来ましたが、有名人っぽく歩かないと。ちょっと鳩が可愛いんで鳩撮ってましたけど。真ん中でシャドウね。怖くて誰も来んすよ。いやいや怖いんじゃなくて、違うのが確認できたんだよ。偽物が止まりすぎましたね、世間に。もうちょい偽物に寄せたらよかったね。ちなみに何て言って話しかけてんの。那須川天心って知ってますかって言って、知ってますって言ったら、それ僕なんすよって言ったら、みたいな。嘘や。お前言ってこれですみたいな。詐欺やん。なんなら犬と交換しませんか。これ犬と那須川天心のトレード。じゃあお前犬になるってこと。じゃあお前犬になるってこと。あ、そうですよ、犬になります。これで散歩します。あ、やば。この国で買えないのやで。買っちゃったんだ。え、濡れてた。怖すぎて漏れちゃったんじゃない。天心、ほんとそんなやつじゃないから。まあ、確かに濡れたのはお前悪くないな、僕が悪いな。濡れたら濡らしたやつが悪いもん。ちょっと鳩の可愛かったんで鳩取っちゃいましたね。彼のファンの皆さんごめんなさい。ちょっと鳩が可愛かったんで鳩取っちゃいました。文学侍どっち行く。多分俺のこと好きな顔してる。那須川天心って知ってますか。僕那須川天心なんですよ。いやいや本当です本当です。那須川天心。え、僕のファンですか。ちなみに天心ファン。那須川天心のファン。あ、ファン。ありがとうございます。応援いつもありがとうございます。喧嘩じまいやぞ、この座り方は。僕のファンファンの方にですね、証明写真配ってて。証明写真。いやいや、買い取りなんですよ。ぜひこの那須川天心の状態でブレイキングダウン出てほしい。これは今2人合わせて5万負けてきたんですね。あ、5万負けてきた。あ、じゃあもうこれ1枚でもう価値取り返せるっす。5万円。いや5万円って言わないですよ、これ多分。プレネつきます多分。メルカリとかで多分転売されちゃうんですよ。いいですか。じゃあメルカリで使い方自由っすね。ちょっと僕の胸が痛むだけで。携帯に貼ってもいいんですか。あ、もう全然。それで面接とか受けていいですか。あ、もう全然大丈夫です。全然喧嘩強い人と思われてたらビビって採用しちゃいますね。横のばあちゃんの方が興味津々見ろぜ。横のばあちゃんやらい欲しそうやで。天心投げ銭しますよ。投げ銭しますよ。あ、本当ですか。50円で。おー、いいですか。絶対小銭。那須川天心のマブダチなんですよ。僕とマブダチですか。僕とマブダチですか。一昔前のミリオンカなんです。あー、あの時の。はいはいはい、覚えてます。ミリオンカなんです。あ、そうなんですね。覚えてます、覚えてます。すいません、ちょっと気づかなかったです。申し訳ないです。ばあちゃん、見て、このばあちゃん。すげえ興味津々。まあ、おばちゃん好きそうだからね、天心みたいなね。旦那さんより天心に興味津々。あ、天心ってもう俺言うてもっとるわ。ただのトニーですからね。レジットカードとかでもいいですし。あ、もう全然全然何でも。財布ごとでも全然大丈夫です。何でも、はい。受かったら。受かったら。マジっすか、マジっすか。すげえすげえ、なんかめっちゃ笑ってるよ。トニーって言えよちゃんと。最後トニーって分かった瞬間全部解消されるから。天心だから話してるわけだ。トニーだったらゼロだから。海に地元に来ました。あ、はいはい、行きました。海で泳いでました。あ、泳ぎました泳ぎました。泳いでなかったっす。あ、いや泳いでなかった。あ、それそれあれ撮影外だった。 あ、そう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 。海は行ったことありますよ。サメとスパーリングしてました。え、どれっすか。あ、替え玉券。マジっすか。え、マジでこれパンチ力上がるんですよ。替え玉、替え玉だけしてください。替え玉だけしてください。替え玉だけ頼みます。いや嬉しいです、こんなに。ありがとうございます。いただきます。那須川天心、拡散お願いしていいですか。仲良くなってない。天下自慢とか言っちゃったけど、めちゃくちゃいいお兄さんだね。いやいや、じゃないですよ。撮ってるけど、撮ってるけど、撮ってる。あれ盗撮っす。あれ哲也、多分哲也ファンじゃないですかね、あれ。俺の話してね、あれ。はずありがとうございます。哲也じゃないですか、なんなら。哲ちゃんかもしれない。哲ちゃんかもしれない。はい。那須川天心と、はい。究極のコラボっすよ。やめてやめてやめて。僕は天心の仲間じゃないです。なんなら彼も天心じゃないです。奥ぐらい価値あるんで。それはいいよ、もう。それで値上げしないよ。すいません、ありがとうございます。いただきます。なんだそのガッツポーズ。
さ。ダサいダサいダサい。ダサい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 。もういいよいいよ、どんどんかぶさかってくる。だから違うんだよ、なんかそれ天使知らんやろ、たまたま似ただけやろ。結果発表、どうでした？結果発表止まりましょうか。はい、え、嘘でしょ。すげえな、替え玉券もらいました。最高じゃないですか。ハリン様も、おお、ハリン様まで、ハリン様、いや、めっちゃ嬉しいっす、これドラゴンボールファンとしてね。そうっす、友達なんですけどね。あ、友達、そうなんです。あ、大丈夫、たまに先祖もらってて、ほんとダメですけど、格闘技の後ちょっと、あ、なるほどね、食ったりする時あるんで、ラウンドインターバルとかで食ったらそれはもう終わりだけど、試合後はいいよ、別に。そうです、たまにラウンドインターバルでも食ってましたけど、もう反則じゃないか。でもルールブックに書いてないか、先祖ダメって。あ、書いてない書いてないから、豆食ってるだけだもんね。あ、いいですいいですよ。あ、それ僕関係ないです。あれ、てつや、頑張ります。似てないっす、似てないっす、似てないっす。三郎さん似てるって言われた。服装と髪型とそのマスクした感じだけど、動けば動くほど点数下がる。あ、それそれ違うよ、それちょっとベジータ入ってる。こっち来た時に絶対違うなっていう。天心来ないから、格闘技知ってそうな層行くのダメだよ。天心のポーズいけてるっていう。私戦った、戦いました。ああ、こうなると強い。うん、強いよ。軍拡侍どっち行く。433円と替え玉とハリー様でした。まあ僕の価値そんなもんですね。天使になれるように頑張ります。チェンジ落としたよ、スプリットみたいに、千賀みたいに落としたよ、千賀みたいに。今全然落ちてない、抜け玉のチェンジアップみたいな。ヒットスタッと落としてから頑張って僕の価値を認めてもらえるように頑張ります。頑張ります。天使ありがとう。お前本物でいいよ、落とせないですか。自分のさじ加減でいいですよ。落ちたと思ったらドヤ顔で落ちたって言ってくれれば。あ、オッケーです、オッケーです。落ちてないんかい。落ちてない。違うからね、本当に。何かダサいのよ。あ、まあちょっと近づいた、ちょっと近づいた。あー、そう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 。ベジータだってなかった。落ちた、落ちた。覚悟しとけ、ヤマト。